韓国ボーイズグループ BTS、防弾少年団のメンバー J-HOPE が近況を伝えた。6日、J-HOPE は自身のインスタグラムを更新した数の写真を投稿した。J-HOPE は厚手のボアフリースジャケットにデニムのパンツを合わせ、ブランド帽子の上にフードを覆った姿だ。人並み外れたファッション感覚が際立つ。まるでランウェイを連想させる歩みと異国的な背景が目を引く。精一杯隠しているが、隠しきれない和やかさも感嘆を誘う。一方、J-HOPE が所属する BTS は長期休暇を取っており、ニューアルバム発売と来る3月ソウルでのオフラインコンサート開催を控えている。ゴールデンチャイルドで夜、コンサートで入隊を電撃発表。A ピンク、ザ・ボーイズ、ビクトンら所属の IST エンターテインメント、新たなボーイズグループをデビューさせる。カカオエンターテインメントと日本ソニーミュージックソリューションズが共同投資して大規模なデビュープロモーションを予定。ビッグバン、4年ぶりのカムバック、トップは YG との専属契約を終了。